はい、どうもこんにちは、ササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今回はですね、発表から今日に至るまでずっと世間を騒がせているドコモのアハモ新料金プランですよね。あれについて元 NTT 社員の私笹谷が今思っていることを語ろうと思います。そして、動画の後半ではですね、ごく単純な2つの未来についてね、このアハモ導入によってどんな未来が待っているのかお話ししようと思います。僕の喋りを聞いて目のつけどころがいいねと思った方はですね、動画の再生中でも押せますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速ね、記事読みの方から参りましょうか。ダイヤモンドオンラインより、見出しがですね、ドコモ新料金アハモの衝撃、 NTT グループの本気に他社当然の理由ということですね。それでは早速本文の方を読んでいきましょう。 NTT ドコモが本気を出してきた。我々はどこまで太刀打ちできるのかわからない。 NTT ドコモが発表した携帯電話の新料金プランアハモ、想定を超える料金値下げだけに競合他社は驚きを隠さない。2021年3月に開始予定が発表されたアハモは、月 20GB のデータ通信量を月額2980円で提供する料金プランだ。この破壊力を表現するには説明がいるだろう。 IT 調査会社の MM 総研によると、スマートフォン利用者が使う月間データ通信量の平均は約 7GB、 月額 20GB を超えるデータを使うヘビーユーザーは全体の 5% 未満に過ぎない。つまりスマホユーザー全体の 95% は 20GB の容量で十分だ。これはちょっとね、誤解がある言い方なんですけれども、フルスピードの通信はね、いろいろ我慢して使って、容量が 2GB だとか 5GB に抑えていてもですね、その通信量を使い切ると、速度が極端に落ちるんですけども、低速モードというものに入りましてね、128キロだとか256キロだとかね、まあ、我慢して、低速で使っている人もいるので、それでもですね、その音楽の配信サービスだとか、あと YouTube のね、一番、低速な画質の荒いモードであれば、動画を見ることもできるので、それで我慢して使っている人もいるんですけれどもね、そういった意味では 20GB 未満で 95% というのはちょっとね、これ乱暴な言い方になっちゃうんですけどもね、まあ、そんなちょっとね、ちまちましたツッコミはね、横に置いておきまして、今後 5G 時代が本格化すればデータ利用は爆発的に増える可能性はあるが、当面の間ほとんどの日本人のデータ利用が月 20GB で足りるとすれば、ドコモの2980円の新料金は相当の威力がありそうだ。競合の顧客を根こそぎ奪うほどの衝撃に通信業界は騒然としている。携帯料金の引き下げ圧力を詰めてきた菅義偉首相も 20GB の料金水準に注目してきた。今年の6月に発表した総務省の内外格差調査では、世界6都市の携帯電話料金の比較で 20GB のデータ量が東京が8175円で最も高額だった。この結果に対し、当時官房長官だった菅氏は、日本の携帯電話料金は高すぎるとの認識を改めて示し、以降通信キャリア大手は 20GB の料金プランをどのように価格設定するか焦点になっていた。はい、ストップ。これは本当にそうなんですよ。 20GB だとか 10GB だとか、まあ、そういったものを取っ払ってもですね、日本の3キャリアのスマホ代というのはですね、海外から見たらもう異常と言えるくらいですね、高止まりしていました。はっきり言ってこの携帯代の高止まりのせいで、日本の IT はむしろね、世界から比べて遅れてしまったと言ってもですね、華厳の滝ではないやがら、違った、過言ではないと言っておきましょう。それで最初に動いたのは KDDI とソフトバンクの2社だ。武田総務大臣は10月27日に携帯電話料金の値下げを促すアクションプランを公表したのを受け、その翌日に 20GB あたり5000円を割り込む値下げプランの導入を発表した。しかし今となってはその料金水準は甘い。KDDI は月3980円、ソフトバンクは月4480円だったため、今回ドコモが繰り出した月2980円の料金プランには到底太刀打ちできない。さらにドコモのアハモは次世代通信の 5G の利用も可能で、 4G しか対応していない KDDI とソフトバンクの 20GB プランが一段と見劣りする。もはや2社の対抗策は必至だ。まあそうなんですよね。外野が高いと文句を言うのは簡単なんですけども、今現状の社員と傘下の携帯ショップの体制を維持しようとすると、4000円という数字もね、結構ね、これは結構ね、KDDI つけてる値段ね、驚きの数字なんですよ、それでもね。で、今回のドコモの新プランの競合他社が最も驚いたのは、格安ブランドではなくメインブランドの値下げに打って出たことだ。2社の 20GB プランは、KDDI は UQ モバイル、ソフトバンクは Y モバイルという格安ブランドでの対応で、多くの契約者を集める au やソフトバンクのメインブランドでの値下げは見送っている。
現行 KDDI とソフトバンクの2社ともメインブランドから格安ブランドに移行する場合、番号持ち運び制度MNP の手数料は3000円と契約事務手数料3000円がかかる。2年契約の縛りがある旧料金から移行した場合は違約金9500円も含まれるため、既存ユーザーが簡単に新プランに移行できない仕組みになっている。この発言の後に発表となったのがドコモのアハモ。インターネットでの手続きに特化したため契約事務手数料は無料。さらに既存のドコモユーザーがアハモに移行しても MNP 手数料はかからない。つまり MNP 手数料がかかる別ブランドではなく、料金プラン変更手続きだけで済むように本体のブランドとして設計し、既存の料金プランの契約者がアハモに切り替えやすいようにした。ドコモでは実質そこがねゼロですから、いやいやいや、ちょっとこれはねライバル社もちりまる子ちゃんがごとく額から縦線ザーって感じですよね。でですね、現在ドコモの料金プランのギガホの月額料金は、次世代通信の 5G は容量 100GB あたり7650円、 4G は月 30GB あたり月額7150円の水準だ。このユーザーが 20GB で十分だと判断してアハモに乗り換えれば、実に4670円から4170円もの値下げになる。これはでかいですよね。特に家族4人で同じキャリアにね統一なんてファミリー層であれば、まあ全員がねギガ法を使っていないにしてもですね、契約プランはまちまちでしょうけれども、普通に家計で換算してですね1万円以上は浮きますから、これはね嫌がおうでも気になりますよね、アハモってやつはね。でもちろんドコモにとってはこれだけ大掛かりな値下げに乗り出した以上、業績への影響は避けられない。既存プランのギガホのユーザーは20年9月末で約620万人だ。このうち何人のユーザーが値下げを求めてアハモに契約を移行するかが問題になる。仮に620万人の 95% が 20GB でいいと判断したならば、年間の収入減少は2800億円にも達する打撃となる。ドコモの21年3月期の営業利益予想は8800億円。値下げによる収入減は経費に変動がなければそのまま営業利益の減少になる。アハモの場合はインターネット販売なので一定の経費圧縮は見込めるが、2800億円もの収入減は停滞。今の業績予想のシミュレーションというのはギガホの620万人を対象にやってますのでね、2800億円の減収と言っておりますけれども、まあこれでもですね 30% の減収となるので、すごいことはすごいんですけども、多分ねドコモでスマホを使ってる人って感覚的にライトユーザーでもですね5000円とか6000円くらいはね普通に使ってると思うので、その部分がですね乗り換えに走っていけばもうね620万人どころでは収まらないですよ。下手すると、これ多分ね営業利益で1000億円を行くか行かないかみたいなところまで行っちゃうかもしれません。これはまあ僕のね感覚的なもので言ってますので当てにならない数字ですけども、でもねこれ2800億の減収で済むような気がしませんね。で実際のマイナスの影響は来年3月の新プラン導入以降22年3月期に本格化しそうだが、 KDDI とソフトバンクに営業利益で負けているドコモにとってこれ以上の減益を受け入れるのは苦しいものがある。そうした中で NTT の完全子会社になることが決まっているドコモはグループの総力を挙げて不振が続くドコモの立て直しを図っていく方針を掲げている。今期中にドコモを非上場化する見通しだ。そうすれば少数株主の意向を気にせずに一時的な減益を受け入れて料金競争に邁進することができる。 NTT がドコモ株を 100% 子会社化する際に、これまでドコモが行っていた自社株買いや NTT 以外への配当金を内部に取り込むことができるようになるが、その規模は年間2500億円、これも値下げ減資に充てることができるだろう。ああそうかそうか、そういうことか、なるほどねと。ドコモは親会社の NTT に買収されて完全な子会社化になるんですけども、そうすると NTT 以外の株主に払っていた配当ね、株主配当が必要なくなると。で現状ではそれらの支払いが2500億円程度出ていってますから、それを払わずに済むのであれば結局2500円利益が増えたのと同じだと。なるほどね、そういうことなんですね。はい、それでドコモにとってはグループの総力を上げて大胆な値下げを断行して KDDI やソフトバンクに流出した顧客を取り戻すことが最大のミッションだ。ドコモの業績が一時的に悪化することが分かっていても値下げを断行したのはこのためだ。一方 NTT グループが本気を出したことで危機に見舞われているのが楽天だ。今年の4月に参入した同社が打ち出している料金プランも月額2980円、インターネットを通じた申し込み手続きや若年層をターゲットにしているところも楽天の商品性で、まるでドコモが狙い撃ちしたようだ。
楽天の通信インフラの基地局配備が未だに脆弱、 KDDI の通信設備を借りるローミング、これはですね、楽天の電波が届かないエリアでは AU の電波を借りて補っているんですけどもね、その電波を借りたエリアのデータ上限は 5GB になるため、全国つつ裏裏の強靭な通信網を張り巡らせているドコモの 20GB の料金プランは脅威だ。これはですね、楽天モバイルの新プランアンリミテッドってやつはですね、東京23区内だとかね、首都圏のターミナル駅付近であれば使えるかもしれませんけれども、地方に行ったらですね、県庁所在地の都市とかね、一番大きなターミナル駅であってもですね、全然使えてないんですよ。まあ楽天のオリジナルの電波が届いていないということなんですよね。だから僕もね、現時点では楽天をね、一番いいですよってお勧めすることができないんですよね。で、楽天以上に動揺が走っているのは格安スマホを提供する MVNO だ。これはですね、マイネオだとか LINE モバイルだとかね、その手のやつのことを指しているんですけども、大手キャリアが設備を借りて割安な通信サービスを提供するビジネスモデルで、月10ギガから20ギガバイトの容量で3000円から4000円台の価格を打ち出しているが、ドコモにそれを超える格安料金を出されてしまっては存在意義を失う。こうした中で格安スマホの日本通信はドコモが新料金プランを発表した翌4日 MVNO の代表として対抗プランを出すと決意を表明し、月 20GB で1980円の新料金プランを今月10日から導入すると発表した。だがサービス開始当初は月 16GB の容量でドコモが新プランを導入する2021年3月に 20GB に引き上げるという身を削ってギリギリの対抗策だ。日本通信は2020年3月期に5年連続の最終赤字を計上しており、苦しい経営が続いている。これは日本通信普通にやばいですね。5年連続赤字であれば、多分普通の感覚だったら会社辞めれよって話になるんですけども、まあ弱い者いじめになるのでね、これ以上は僕は追及しませんけれども。で、KDDI ソフトバンクという大手3キャリアだけでなく、楽天や格安スマホ事業者をも巻き込んだドコモの新料金プランに業界の衝撃は広がり続けている。NTT グループが総力を挙げて仕掛ける料金競争の余波はまだまだ続きそうだ。おしまいと。まあ今の話を一通り聞けば大体分かってくれたかと思うんですけども、もうちょっとね、簡単に言うと、お金のない若者連中で流行っているマイネオとかね、ああいった格安スマホ会社の料金プランよりも、このドコモのアハモというのは 20GB プランで見た場合ですね、全然安くなっていると。価格の逆転現象が起きちゃって、格安スマホ会社もこれからどうしましょうかと路頭に迷っていると、そういう感じなんですよね。でここからささやの独断と偏見でね、未来図をお話ししますけれども、ここから見えてくる未来は2つあります。1つはですね、これでやっと海外と同じようにスマホでのビデオチャットが普及するでしょう。あるいはですね、スマホで動画を今よりももっと見るスタイルになると思います。それはつまりですね、今見ている YouTube だとか Netflix が日本市場ではこれからもどんどん伸びるということです。今まで容量を気にして Wi-Fi がある自宅まで我慢しようかって思っていた人が、思いついたらすぐにですね、もうすぐに YouTube だとかね、Netflix、この携帯のスマホでね、見ることができることにね、そういうアクションが出てくるでしょうから、アハモはこの料金でやるってことはね、当然また他社も KDDI もソフトバンクも、ね、追随するでしょうから、日本のスマホユーザーが全般的に、料金が低廉化して我慢しなくなるという意味になります。そしてもう一つなんですけども、この部分もね、僕はね、もうちょっと積極的に言いたいんですけれども、ソフトバンクの海外投資はおそらくこれから難しくなるだろうと。ソフトバンクグループのからくりというのは、この自社の携帯事業を安定した、ね、高収益なので、それ自体を担保することに、ね、担保に入れることによって、低金利のお金をじゃんじゃが今まで、ね、借りてきていたんですよね。だから日本よりも高金利なアメリカとかヨーロッパで、それを運用すればそれだけでも儲かるし、買収だとか、ね、投資をする際にもです、ね、かなり有利な条件で、まあ、お金を、ね、借りていたということなんですよね。しかし来年からはです、ね、屋台骨の携帯事業、この安定高収益がぐらつくということなので、お金をじゃんじゃが、ね、借りることができなくなるでしょうと。ソフトバンクグループの投資ビジネスにとってはですね、歯車が逆転しかねない状況と今言っておきましょうか。まあ他にも言いたいことはたくさんあるんですが、小難しくなるので今日はこの辺にしておきます。そして最後はね、いつも通り恒例の謎かけでね、ほっこりと締めていきたいと思います。ドコモの新サービスとかけまして、脳科学者と解きます。その心はアハモギ
とんでもなく寒く感じているんでしょうけれどもですね、皆さんはですね、でもですね、ドコモの説明によれば、アハモの由来というのはですね、未知の物事を瞬時に理解するという意味の映画アハモーメントに由来するというね、これは茂木さんのアハ体験そのものなんですよ。だから今日の謎かけというのは実はギャグではなくて、ある意味本当の話ってことなんでね、なんだか始末が悪い話なんですけども、本日も面白かったやためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。サザヤンでした。